不妊治療についてお話をしたいと思います。えー、乳がんの治療をですね、中断してがん再発のリスクを冒してまで不妊治療をしている。代田光のですね、特集だったんですが、自分の大好きな夫の分身を生んでみたいという強い思いをですね、語ってくれました。代田ががんでで戦っているっていうことをですね、ニュースで。 見てましがんの治療する時には女性ホルモンを減らさなきゃいけないだけど不妊治療する時には女性ホルモンを増やさなきゃいけないその葛藤の中で大多光が出した答えがですね命の危険を冒してでも大好きな人の子供を迎えに行きたいという 言葉が非常に胸に胸刺さりました生きることで一番大切なことっていうのは自分自身がこの命がある限りどういう風にこの命を使っていきたいかっていうことなんだなとたくさんの方の遺書に触れる中でそう思ってきましたのでこの「大か光」がですね、えー、命の 危険はあるけども大好きな旦那さんとの子供を迎えに行きたいということをですね僕は応援してあげたいなと思いました確かにいろんな意見があるんだと思いますけども大体たい光る自身がですねメディアに出て癌で戦っているということを伝える不妊治療で苦しんでいるということを伝えるそれでもですね前向きに彼女は 自分ががここれが幸せだとと感じてるんんででう決断したんですと同じように悩んでる方のですね背中を大きく押すものすごく力を持った VTR になったんじゃないかなと僕自身感じましたやっぱりマスメディアっていうたくさんの人にですね一気に情報を伝えるという大きな力を持ったメディアでですね光るが自分の 苦しんでる姿とか悩んでる姿とかそしてその末に出てきた、えー、自分が判断した自分の幸せの価値観をですね伝えてくれて本当に良かったなと思いましたこれぞマスメディアが伝えるべき情報なんじゃないかなと思いました僕もいろんなメディアに携わっているので今の時代に合ったメディアのですね在り方っていうのは自分自身で模索しているつもりですけどもいろんな人の思いが 合わさってマスメディアっていうなのでいろいろと失敗もあるとは思いますけども今回の「イタひかる」のこのメッセージ僕は非常に重く受け止めましたし応援したいなと思いましたしたくさんの人にこの情報が届くことを祈っておりますそして「ダイタがですね赤ちゃんを迎えに行けてそしてがんを克服することを心から 祈っておりますできれば今日のコメント欄ですね大田光を応援するコメントであふれるといいなと思っております。